今回はここだけゲーム配信者ならクスクラインに対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。汚ねえ叫び声だな。なあキラー、なんでラクスクラインって急にホラーゲーム実況とかの路線に切り替えたんだ。昨日なんてアモンガスで執拗に殺されて発狂してたぞ。何それみたい。あーゴミカスですわ、死ねですわ。聞くに耐えない罵声や F ワード大量にばらまきながら実況するラクスクライン。歌姫が出してはいけない寄生虫みたいな切り抜き動画が作られるやつ。切り抜きで人気に火がつきそう。田中理恵さんだから白真のファックボイスが聞けそう。この先の橋はメガトンコインを持っていると落っこちてしまいますわ。だから売りに戻る必要があったんですわね。なんでですか、なんでですか、なんでですか。持ってねえですわ。売った後も確認しましたし、今だって持ってねえですわ。このクソね、フラグまで行かれてるんじゃねえでしょうね。まさかメガトンコイン。ふざけるな。はあクソ、二度とやりませんわ、こんなクソゲー。宇宙の歌姫じゃなくてネットのチンパン姫って呼ばれてそう。まれにありがたい眼蓄あるお言葉が聞けて、視聴者がそういえばこの人ラクスクラインだったなってなる。ゾンビ相手にご逝去済みならそのままでいらして、いらしてくらいは容易に想像できる。サロメお嬢様、ゾンビゲーやらせよう。ホラーとの相性も良さそう。今のままだとバッドエンドまっしぐらだけど面白いから黙っていよ。もしかしてプロデュースしたのはキラヤマトプレゼンツ。挨拶だけは綺麗、1分くらいで汚くなる。時々キラに挑戦する企画をやるけど、その度にボコボコにされてお口が汚くなる。隣でお茶を注ぎながら穏やかに笑ってる純章が見える見える。はあ全く楽勝ですわ。たかがジャンプスケア程度で私がビビると。これ、待ってた。最高のリアクション芸人。ほらラクス、大声あげる前に逃げなきゃ。スタミナ管理はしっかりね。僕が変わろうか。純章の助言助かる。くっそ汚い悲鳴から癒しボイスすこ。僕が変わろうか。キラしてた。なんか扱いが違いすぎますわ。純章とのセットで人気出てそうだな。ただあくまで総裁の悲鳴ありきなので、なんかの機会にキラが一人で配信すると物足りないとか言われる。淡々と RTA しながら雑談してそう。そのゆるさが受験生には受けが良さそう。純章は ASMR やってほしさある。今日は思考を変えて ASMR ですわ。皆さんの疲れを癒して差し上げますわね。逃げるな、エルデから逃げるな。エルデンリングの続き、エルデの王におなりください。黙れですわ、マジふざけんなですわ。なんで私がいやいや ASMR やろうとしたかわからないんですの。どこかで沼ったか、心が折れそうだ。ベタに戦争系 FPS もやらせよう。あなたたちは何のために戦っているのですか。うなぁ、クソったれですわ。時々平和のためにその軍服をまとった誇りがまだその身にあるのなら、道を開けなさいみたいなこと言う。その後ボコされてすごくお口が悪くなる。あ、壁待ち。また壁待ち3回目。同じやつ、全部同じやつですわ。クソ性格悪すぎですわ。こいつナチュラルか、コーディか、どっちでもいいわ。性格終わってますわ。フフフッ、リポップしましたわ。次はスナイパーで遠距離から。ああガベマジいい。落ち着いてラクス、ほら酸素。ああふざけんじゃねえですわ、いるこのクソどもが。なんで私ばっかり。バーカバーカ、死ぬですわ、死ぬですわ、死にたくないですわ。お前が死ねえですわ。ラクス、先に仕掛けたのはそっちだぞ。何、かがりさんやる気ですか。お前から仕掛けてきたんだろ。ああ人殺し。白真のおファックですわを聞けそう。一人の時は静かだけど、キラとかかがりがいるとうるさくなりそう。信長の野望とかだとなんかうまそう。FPS やってる時は汚いお嬢様ラクス、
ホイ4とかやってる時は冷徹な総裁ラクスみたいな、ホイプレイ中ヘルシング少佐の戦争演説リクエストされてやったら視聴者にハマりすぎてて怖い元の汚いお嬢様に戻ってとか言われる。旦那様の癒しボイス切り抜き集も出ますねこれ。歌とかで汚くない時はラクスクライン、ゲームやって汚い時は奥ぬくらえそう。あら、こんなところを配信してるのですか。何を作ってるの？配信中に食べるクッキーですわ。面白いですか、こんな何にもないお菓子作りしてるところ。普段とのギャップがいいと思うよ。ギャップって、そんなまるでゲーム中は豹変しているみたいに言わないでください。ぷく、あはは、かわいいかわいい。10分後、あんあんはめ殺しですわ。卑怯ですわ。正々堂々やりやがれですわ。あーあバーカバーカ。はい、ラクス、クッキー。お紅茶もおかわりですわ、キ。あーまたおま。あーかわいいよね、あはは、クッキー粉もなだよ。ちょいちょいやる配信前のそれと比較してラクスクラインとゲームしてるクラインは別とか言われてそう。よくは知らんけど田中理恵さんってそんなに口汚いのか。っていうか実は切れたりネジ外れた演技がめっちゃうまい。声優歴が浅い頃でもめっちゃうまい。カナンのヤンチーあたりのイメージでめっちゃ脳内再生はかどる。どっから出てるんだよその声。あいぐな、お嬢様とは思えないのぶとい声。汚い、歌姫の声か？これが。大パンした時の音を切り抜かれてミーティアのイントロ作られてそう。ハーモニカ加えてホラゲ実況しろ。とあるバニーゲームにて。それじゃあ、肩もみを始めるね。す、よろしくお願いしますわ。もみもみ。お、ふ、いいですわ。ふふ。いやー。奥ぬ様静かに、男優がうるさい。キラ様ドン引きだろ。うぬー。このボス先読んできますわ。きっとねーですわ。手下呼び出すのやめろっつってんでしょう。正々堂々戦えってんですわ。ラクス、蜂蜜レモン作ってきたよ。少し休憩にしない？あら、ありがとうございますキラ。今さら取り繕うな。で、お、く、れ、この二面性、急に清楚になるな。寒暖差で風邪ひくわ。通算何回目になるかわからないくらいメタメタにやられたラクス。またやられちゃったね。でも前よりダメージは与えてたし、次はいけるよ。ラクス？げっそり。あ、ごめんなさい、ちょっと時間ください。30分後。ちょっとだけ元気が出たので頑張りますわ。頑張ってラクス、ぐったり。順調チャージ助かる。またキラさんをたっぷりハスハスしたんか。カメラとマイクの外でイチャつくな見せろ。どうして30分だけなのよー。ラクス、クリアおめでとう。長い旅だったね。お疲れ様。配信を見てくださった皆様もありがとうございます。楽しんでいただけていれば幸いです。じゃあ、今からラクスが取り逃した要素を回収しつつ解説しながらクリアしていきますね。そんな難しいゲームじゃないので、1時間半もあれば終わると思います。定番となっているラクスクリア後のキラの完全クリア RTA。 キラがプロデューサーだとしたら企画、編集、おまけ要素、モチベーター、全方位で有能すぎる。なんだこいつ。あ、スパダリナスパコビだ。この手のゲーム、ノブヤボとかまあうまいよね。ま、はい。もしかしてやりたくない？ いえ、そんな。ゲームの中で暗い指導者になりたくないよね。キラ。じゃあサイレン全クリに企画変更しようか。え、需要をわかってる有能プロデューサー。このゲームクッソ怖えですわ。かーん、やっぱ SDK ですわ。キラはラクスの新しい PC 組んだり機材の紹介も配信しそう。ラクスが行き詰まったゲームのレベル上げや資材集めしながらの雑談配信もやってそう。キラ不在の時に画面に置かれる手書きの簡単順章。そろそろ教えてあげるけど、
そのポケモンは石を使わないと進化しないよ、ラクス。はあ、通りでレベル上げても進化しないはずですわ。もっと早く教えてくださいまし。もうジムバッジ6つ終わりましたのよ。かなり難易度の高いゲームを今度やりたいですわと言ったらコメント欄がやめとけとかで埋まりそう。アスランがやっているダークソウルとかシンがやっているブラッドボーンというゲームもそのうちやってみたいですわ。やめとけ、おくぬ様にはまだ早すぎる。絶対に急ブレーキかけすぎて喉やられるから歌姫やめた後にプレイして。ごくまれに動物の森とかどこでも一緒みたいなのをキラが持ってきて、綺麗なラクスのまま始まってそのまま幸せに終わるのもありそう。なおその次は不条理鬼畜難易度ゲームを持ってくる。しくしくと私を島にあの子たちの元に返してくださいませって泣きながらやってそう。キララクスアスランかがりでスマブラ配信してほしい。乱闘なのにアスラン VS 他3人になりそう。マリパとかやらしたらすっごい勢いで切れるのかな。あれも大概だからね、特に最初のやつとか。桃鉄とかも結構人間性出るよね。なんとなくラクス様は桃鉄強そう。いややっぱ弱いかも。今回は4人でできるカービィのゲームを持ってきたよ。カービィなら私も知っていますわ。可愛いピンクちゃんですわね。カービィシリーズなら4人で協力プレイですね。一応確認しておくが何を持ってきたんだ。エアライド。また戦争がしたいのかお前は。キラが持ってくるのが基本鬼畜仕様マゾゲー。アスランが持ってくるのが入手困難な鬼畜クソゲー。カガリが持ってくるのが平和で子供向けっぽいゲーム。アスラン何か良いゲーム持ってない？ラクスの配信のネタになりそうなやつ。メジャーパーフェクトクローザーで良いか。なんで持ってるの？採用。地獄配信が始まる。ははーん、ちょいちょい S だなこの順勝。双子の差し入れゲーム期間。キラ、ブラッドボーン。カガリ、塊魂。キラ、エルデンリング。カガリ、アツモリとかで視聴者が温度差で風邪ひく、頭おかしくなるって悲鳴を上げる展開。ラクスに初代 AC から6までやらせてみたいな。初代のチュートリアルで一生例文になれないまま終わりそう。テイルズ・オブ・エターニアやって主人公と男の方の幼馴染の声聞いてあらってなってほしい。シードより先に星総一郎と石田明が幼馴染だったゲームじゃん。キャラメイクするときは自分を再現するのだろうか、キラを再現するのだろうか。わざわざ二次元で女のケツを追い回してもしょうがねえですわ。二次元でも僕のケツを追い回してもしょうがないよね。そもそも再現しないでこのゲームはこういうキャラが似合いそうですわって位置から作るタイプかもしれん。なるほど。でもキラを再現すればいろんな服着せれるぞ。天才がおりますわ。キラに似せて作った主人公だけどゲームキャラとのロマンスがあってすんってなるラクス。あまりにやる気が下がりそうだと、そのイベント内容の告白を実際に隣にいるキラがしてくれるのである。コメント欄。俺は何を見せられてるんだ。定期的に起きる恒例行事だぞ。いつもの。また切り抜かれそう。ラクスがどれだけやる気をなくしてもラクスはラクスだ。僕は彼女の全てを愛してやる気を出させてあげる。だから頑張ろうね。完全クリア。告白イベントがあるたびに順調におねだりする光景が見られるらしい。いくら喉頑丈でも叫びすぎは良くないからと無言プレイして横で順調に実況してもらうけど裏切られてあることないこと言われる。ラジコンの顔がうるさい。実況は綺麗なのになぜか汚い。キラさん奥ぬ様のモノマネ無駄にうまくて草。クリアすると毎回こんな感じですごく絵になるギャップがすごくて脳を焼かれる視聴者。このスレうるさかったり順調がド S だったりするけど、基本的にキララクが仲良く楽しそうにゲーム配信してそうでほっこりする。こんな風に泣いて笑って怒って騒いで、ありのままの感情を表に出せるのは良いことだと思う。キラとしても百面相するラクスの姿は面白いし、楽しそうでよかったってなってそう。コラボ企画でホラーゲーム実況をやらされるラクスとウルフェ。ねえ、
どうしてこいつはヤバいってわかってる場所に入ろうとするんだよ。静かな、この夜にあなたを待って、なあ、あ、待ってない、待ってませんわ、いやあ、ああ、善逸化してへたれまくって泣き言を垂れ流しながらプレイするオルフェ、恐怖のあまり歌い出すラクス、くっそ汚い高音の悲鳴を響かせる姿を、キラとイングリッドが微笑ましく見守っている。コラボ依頼をしていただいてありがとうございます。大和隊長、ファウンデーションが独立してから暗かったオルフェが、昔のようにみんなを笑顔にする存在に戻って、私も嬉しいです。あーん、僕もラクスが楽しそうで嬉しいよ。まあでもコラボはこれで最初で最後かな。オルフェがコラボ相手としての相性も良さそうなのを見て、内心穏やかではないキラなのであった。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。